劇俳優の市川團十郎白猿さんが2023年2月26日自身の SNS を更新。新たな家族を迎え入れたことを報告した。團十郎さんはワンちゃんをお迎えすることになりましたと、新たな家族を迎え入れたことを報告し、ですから勸玄も一つ大人になってお世話をするということですと綴った。とても可愛い子でしたと、デレデレの様子で、お名前は堀越くーちゃん、くーちゃんですとし、よろしくお願いしますと記した。